こんにちは。ロサンゼルスの方はただいまお昼です。1月4日ですね。で、どうしても痩せないといけない理由があるって YouTube の方の友達何人かにも話したんですけれども、その理由っていうのが、私の友達の兄弟の方、まあ息子の、私の息子のことをすごい可愛がってくれてるんですよね。それで、あの息子がミッキーマウスが大好きで、で、その方が誕生日に何をしたいかって言ったら、じゃあディズニーランドに行きたいって言ったんですよ。やっぱ息子のことをすごい考えてくれてるので、とても嬉しいです。それなんですけれども、あのダイエットの方、クリスマスなどこっちの方のアメリカではすごい大きい行事として扱われるんで、その前後にもその友達と一緒にその兄弟の方に泊まりに行ったりなどして、ラーメン屋さんに行って、ラーメンやっぱ丼大きいですよね、たくさん麺も入ってて、そういうのもあんまり普段食べないんですけれども食べてしまって、やはり他の人といると自分だけ食べない、自分だけ違う特別メニューを違うレストランで頼むっていうわけにもいかないんで、一緒に行動してるとやっぱり同じものを食べるん で、炭水化物は普段抜いてるんですけれども、あの朝にベーグルが朝食に出てきたり、あの夜にみんなで料理してスパゲッティを食べたり、でそういう生活がその何日か泊まってきた中で続きました。そしてクリスマスの方もそちらのお宅にお邪魔した時にホームパーティーの方でたくさん食べてしまったんですよね。で、1ヶ月ちょっとであの数キロぐらい太りました。まあ40キロ台はキープしていて、なんか50何キロになっちゃったとか、そんな、大きく変わったわけではないんですけれども、私にとってはちょっと服を着た時の感じがちょっと脂肪が出てきたとか、そういうちょっと違和感が感じて、すごい自分の体の居心地が今とても悪いんですよね。で、そのディズニーランドに行くってことに関しては、やっぱりあの息子と一緒に写真を撮りたいっていうのがあって、それが今月中にどうしても痩せないといけないっていう理由なんですよね。で、クリスマス休暇でそのみんなでお泊まりに行った時には、あの水族館に行くっていうことになって、で水族館の中って暗いですよね。だからほとんど写真を撮ることを免れて、でちょっと外にあるなんか小鳥を餌をあげて見たりとか、で他にあのボタンを押したら水が飛び出て遊べるところで子供を遊ばせたりとかしたんですけれども、あのそういうところではやっぱりあのこのデブさ加減が気になって写真は撮れませんでしたね。で、あのセルフィー写真とかも、なんか撮ってみたいんですけれども、やっぱり近いと余計に顔のこのお肉とかも目立ってしまうし、まあそういうのはもう何年も子供とも全く撮ってない写真です。それで今子供が3歳に11月になったばっかりなんですけれども、その3年間の間息子との写真が実は数枚しかないんですよね。で、やっぱりあの親としても子供と一緒にいる時の写真があったらやっぱりいいなっていうのもあるし、子供が大きくなった時に、子供の時自分はどういう子だったとか、あの家族でどういうふうに過ごしたっていう時に、あのお母さんと撮った写真がないっていうのはすごいかわいそうだと思いました。っていうのもあの子供のパパが生まれてすぐいなくなってしまって、やっぱり一人だっていうのもあって、今すごいよくしてくれるお友達がいて、でもう本当私にとっては息子のパパ代わりなんですよね。本当にもう私と息子の二人だけなんで。でも実際には本当の家族って言ったら私と息子の二人きりなんですよね。だから、やっぱこのデブから卒業して
写真とかもたくさん撮れるようになっていきたいと思っています。今は冬だから、カーディガン着てジャケット着て隠せばいいんじゃないかっていう意見も多分中には思う人もいると思うんですけれども、太ってる上からどんどん着込んでも逆にそれが大きくなっちゃって、やっぱり太ってるっていうのは、隠しきれないところがあると思うんですよね。それとやっぱり写真に撮るっていうと一番最初に目に行くところが顔なんで、この顔のお肉、それがすごい気になって写真に写るのがもう嫌で嫌でたまらなくって、ものすごい苦痛です。でこうやって撮ってる動画もやっぱ、いつか痩せられるかわからないけど、その時にこういう過去の動画見たら、すごい自分は太ってたなってすごい嫌悪感に多分陥るのかなと思うと、それもちょっと心配ですけれども、まあいつか あの時は太ってたなって笑える時が来ればいいと私はそう思っています。まあこれが今月中にどうしても痩せないといけないという理由でした。この動画見てくださってどうもありがとうございます。